アドバイザーの真鍋美穂です。川村理代子と申します。よろしくお願いします。お願いします。まずランニング歴をお伺いしたいんですけれども、はい、大体どれくらいですか？ランニングは1年半ぐらい。はい。大会とかは出られたりとか？大会とかは出たことないんですけど、中学校と高校では、はい、少し陸上をやってました。じゃあちょっと走りにすごく期待なんですけど。全然今までこういうフォームチェックみたいなのはされたことはありますか？初めてです。はい、アドバイスできたらなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速、川村さんの普段のランニングフォームを見てみましょう。とても足運びがスムースで、スピード感のある走りですね。腕もダイナミックに振れていますが、前方へ振ろうという意識が強すぎるようです。そのため肩周りに力みが見られますね。今度は正面から見てみましょう。腕は横にぶれずにしっかり前後に振れています。足の軌道も滑らかですね。お腹周りで体を支える意識を持てればより無駄がなくなりそうですね。素晴らしい走りでした。さすが中高陸上部だったなっていう。強いて言えば上半身がどうしても力が入りすぎてしまっているのかなっていうのが見ていてわかるんですけれども、はい、走ってる途中で結構肩が重くなったりとか、はい、あと腰の方に結構負担が来たりとかがあります。なるほど。あと走りとしてすごく綺麗なんですけれども、横から見た時のフォームでどうしても少しだけ骨盤がこう下がっているような感じになっているのが若干見られていて、そうなってしまうと足の運びも足が先にこうついてしまうような状態に、後傾につながるような走りになってしまうので、まずその立ち姿勢から普段の姿勢から意識してもらいたいと思います。上からぐーっと引っ張られている感覚をまず持ってください、はい、まず持っていただいて、その時に骨盤の位置をしっかり真上に、体の真下にちゃんとあるように反ったり、こういう動きになったりこっち側になったりしないようにまっすぐの状態なので、お尻を少しキュッと締めているような状態、にします。でさらに丹田と呼ばれているところ、へそ下3センチのあたりのところからところを意識してもらいたいので、おへその下にこの手を置いてもらって、あと背中にも置いていただいて、この姿勢、まず姿勢チェックから、この時に後ろになったり前になったりしすぎずグッと、はい、走る前もしくは通勤の電車に乗っている間でもいいです。歩いている時も、まあ、常にこれはできないですけれども、姿勢をまずチェックするっていうところから始めてみてください、はい、これだけでも全然変わってきます。結構きついですよね、はい、じゃあこの姿勢から今度は腕振りやります。この状態から手首が引いた時に腰骨の後ろ、そうで出した時に今度は肘が腰骨の横、今このここぐらいまで来てます通常なので、これを下げてある、ここ、はい、ここまで持ってこない、この動きだけそう、この腕振りをちょっと意識しながら走るようにしてください。はい、はい、腕振りが以上です。普段こっち側にこう引っ張られてしまっている状態なので、ぐーっと逆に後ろに引きたいので、こういう壁を使って手を置きます。でこの状態からただぐーっと体を前に持ってくるだけ。このストレッチを、15秒から30秒ぐらいゆっくりぐーっとしてあげるだけでいいです。で右側が終わったら左側も同じように15秒から30秒間ぐーっと、あとはまあ柱がなくてもできる動きとして、後ろに手を組んでいただいてこういう感じですね。手持ちここからもうぐーっと伸ばします。まあ自分で高さは調整して大丈夫です、はい、どこが一番気持ちいいかなっていうところを位置を探してあげてやってあげるだけでも肩へのリラックスもできますし、腕がもっともっと
触れやすくなりますので、今みたいにすごく力が入らなくリラックスした状態で触れると思いますので、はい、ぜひ取り組んでもらえればなと思います。川村さんの修正ワークアウト後のフォームを見てみましょう。前方へ振り出していた腕振りが後方へ引こうとする意識へと変化しています。腰骨よりも腕を前方に振り出さず、その分しっかりと肘を引けていますね。続いて正面から修正後の走りを見てみましょう。お腹への意識が高まり、体の軸を意識できています。着地時にもブレが見られなくなりました。腕振りと足の運びがしっかりと連動した効率的なフォームですね。修正前と修正後のフォームを比較してみましょう。唯一の改善点だった腕振りの意識を変えただけで、腕を前方に振った時の上半身の反り返りが抑えられています。肩周りのリラックスは長時間走り続けるためにはとても大切なんですよ。どうでしたか？結構あの腕振りがすごい簡単な感じに思ってきました、うん、前より。はい。であとこれから、まあ、今はまだフルマラソンだとかハーフマラソン走ったことがまだないということで、はい、これからチャレンジだと思うんですけれども、やっぱりあの怪我が一番怖いので、楽しくっていう部分をまずは持ち続けながら、モチベーションを、まあ、下げないように上げていけるようなあの取り組みができればなと思いますので、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。